ギーゼラルイーゼ・マリー・ホンエスター・ライヒは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ・一世と、皇后、エリーザベトの第二王女、ルドルフ皇太子とマリー・バレリーの姉、ウィーン近郊のラクセンブルクで生まれる。妊娠中の母エリザベートは、今度こそ皇太子をとのプレッシャーに襲われた。生後10ヶ月の時に両親と、姉・ゾフィー王女と共に、ブダペストへ移る。その際、 発熱や減りはあったが、無事ウィーンへ戻った。幼少期は、祖母ゾフィーに、弟ルドルフと共に育てられたため、母エリーザベトには懐かなかった。1873年に、バイエルンの摂政王子ルイトポルトの次男で、後のバイエルン王ルートビヒ三世の弟である、レオポルト王子と16歳で結婚した。この時、母エリーザベトは、16歳で結婚は、早すぎると、夫。 フランツ・ヨーゼフ一世に母として親心を見せたりもした。夫・レオポルトとの夫婦仲は良好で、間に以下の二男二女を設けた。母、エリーザベトの死後、遺産の五分の二を相続した。1932年にミュンヘンで死去し、イミヒャエル教会で夫・レオポルトの傍らに葬られた。ありがとうございます。